い、どうも、みさこちゃま、ありがとうございます。今回はお久しぶりでございます。ということで、何ヶ月ぶりかわかんないけど、久しぶりにちょっとこうやの動画をね、今回ちょっと撮ろうかなと思ったんですけど、なぜ撮るかと言いますとですね、無限に誘われてるんですよ、今、こうや。で、俺やってないんですよ、ずーっと。もうこうやね、ここに1ヶ月、2ヶ月ずっとやってなくて、もうそろそろやろうかなと思って。でも、公認契約切り替えの時期じゃないですか。で、もう、やめます、公認は。はい。だから、それを無限がちょっと動画撮りたいって言ってるから、そこで暴露していこうかなって思います。無限のチャンネルの方でね、まあ動画撮りたいって誘われてるから、多分無限も多分、まあ他の実況者もそうですけど、まあ切り替えの時期だから、なんか今みんなどうなるのかなって多分気になってる人多いんですよ。もう周りがね、ライバルとして仲間としてやっぱりやめてほしくないっていう思いもあるだろうし、だからこそ多分動画撮りたいって言ってるから、そこで出て、まあやめますみたいなことをちゃんと無限に伝えていこうかなと思います。ちょ、こうやしたい、こうやしたい、ちょ、ストックない、動画の。ガチでストックない。でも、俺全然協力しなかったからいいよ。ってる、ちなみに。どういう点の動画にするの、それは。無限の方で。え、いや、普通にアブちゃんとピック戦行ったら、俺の M4 がチーターすぎたんだけど。お前一人の動画でいいんそれ。一人の動画でいいやん。やばい、めっちゃいる。めっちゃいる、マイス。2枚、2枚、俺のとこ。うまい、うまい、うまい、うまい。あと1枚、1回。1回の左角。分かってる。もう一回あるから見えないから。降りてきた。ナイスだ。うわー、アブちゃん持っていかれちゃった。いやー、ダメ、しゃあない。いやでも結構いいの取れてるよ今日。悪くない。ほうなん。うん。アブちゃんのこのトークの面白さと、まあ俺のモサのプレート。あ、じゃあもうそれ金そうなったら最強ってことよね。いやもうマジで来てるこれ。え、ってことは出来上がってる。鉄腕ダッシュみたいなもん。そうそう、鉄腕アトムみたいな感じ。あ、ほうなん。うん。やばくねそれは、ちょっと終わったやん。大丈夫大丈夫。行くねそれは。行くねそれは。いや結構いいの取れた、これでかい。やべえってそれは。いやもういい。いやありがとう、いいの取れた普通に。え、もう終わりな。え、マジでいい、マジでいい、マジ。おお、え、全然もうありがてえ普通に。オッケー、もう大丈夫、もう大丈夫、大丈夫、大丈夫。オッケー。普通に練習したい、行こう。あ、いいよいいよ、行こう。久しぶりにこうやってるからおもろい。どう、最近やってないの、こうや。全然やってない、復帰しようかな、こうや。あ、いいんじゃない。でもさ、俺あんないよ、なんかもう本人の契約更新の時期やん。ああ。え、どうした無限は。え、俺は普通にもうこれしかないから。あ、そういうこと。うん、更新したよ、てかする方向でいる。なるほど。俺もなんか俺はやめようかなと思ってるよね。マジ。え、ガチ。え、なんでなんでなんで。え、だってマジでこうやあれだもん。いや、まあそうやけど、でも一周回ったんだよな。いやでも結構やったら楽しいよ。楽しいよ。なんか楽しいけど、やっぱどうしても仕事っていうあれがあるからさ。まあな。そう、それが嫌なんよ。ゲーム楽しみたくね。え、でもさ、そうしたらさ、逆にさ、生活結構困らん？いや困らん。だってなんかね、生活別に困ってもなんかどうでもいいなと思う人生。どうでも良くないだろお前。いや別に、いやマジでマジで。いや今若いからさ、いろんなことに挑戦するのは俺全然ありやと思うよ正直な、うん、若い時しか挑戦できんことっていっぱいあるし、うん、でもやっぱりなんだろう、その俺結構保険かけたい派なんよね。いや分かるよ、うん、分かる分かる。次の道がちゃんと決まってない状態で中ブラインのままその別のことやってもうまくいかなかった時に取り返しがつかないことになって、俺は一回失敗してる人間や。だからこそ余計にこう慎重になった方がいいんじゃないかなって思う。まあでもやめたところで死ねってわけじゃないからさ。でもさ、今更普通に働くなんかできんでしょ。普通に働くとかないけど、やっぱこのなんていうの、いろいろあの、まあ、配信としてもしたけど、いろんななんかその人脈とかも増やしたし、公営って公営だけがなんか仕事っていうわけじゃないよね。なんか他の公営で得たものってマジででかい、いろんな価値があるからさ。まあ確かに確かに。そこの分はもう他の人に長けてるから。待って、これやられてる味方どこでやられてる、これ。オーケー、1回、オーケー、1回2枚いる。あんたバカ、うっせえよこら。やばい、うまい、ナイス、めっちゃ合ってる。うまいじゃん。え、もう絶対やめるべきじゃないよ、うまいもん。マジに、いやマジ、うん、やめん方がいいから。もったいないと思う。いや、なんだろうな。でもお前はじゃあいろんなこうカリスマ性を持ってるからさ、うん、俺普通にやめ、おおおおおお、いやいや、やめた方がいいですよこんな。いやいやいや、普通になんだろう、カリスマ性持ってるから俺全然やめない。こんな下手だったら絶対やめた方がいいでしょ。いやそんなことない、そんなことない。マジ。え、なんだろう、え、次だってまだ道決まってないっしょ全然。まあまあ決まってないけど正直。え、ちょ一回本戻ろう。ちょっと、え、なんか無限は続けるとしても、まあやめていく公認受験者多いやん今回。なんか確かに。え、でもお前がやめるんやったら正直俺もいいかなって思ってる。俺をここまで伸ばしてくれるなんて正味あぶちゃんだよね。いやでもそれはちょっとあれよ、うん、気負いすぎ。いやー、俺のことはマジであれよ。だって各それぞれの人生だから、別に俺に伸ばされてとか言っても。なんかさ、したいことみたいなのないの、こう起業したいとかさ。例えばなんて言うんだろう、違う、もう完全アパレル関係行ってみたいとかさ。いやないんよ。でもなんかね、何かには没頭したいから。あー、まあそれ明確に見つかってない
から、うん、でもなんかいざパッとやめてやった方が、まあ、じゃあ今、ね、自分が何したいかっていうのが見つかりそうなんよ、そのいざとなった時に。いやーえ、ぶっちゃけ貯金結構ある？まあ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 、でもなんか生活できるぐらいは、別に生活はできるよ余裕で。ああ、じゃあいいかもね、その間その自分のしたいことを探すっていうか、うん、なんだろう、うん、でもいいかもしれんけど、なんだろうな、やっぱある程度もう全く決まってない、今全く白紙なわけやん、うん、白紙の状態でまた一から何かを探すっていうのはすごい難しいことやと思うよ俺は。いや、わかる。でも、その生活のことを第一に考えるとそうかもしれんけど、どちらかというと俺はもう楽しく。ああ、なるほどね。でもこうやってやっぱ公認でお金もらえるとしても、うんうん、でも やらんていかんことあるやん、仕事だから。まあ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 ね、荒野から指定されてることいっぱい、うん、でそれを、まあ、こなすのがなんかちょっとあ苦痛というか、そうなんか、うん、苦しいなって思って。でもさ、この社会でさ、自分のしたいことできてる人間なんて俺お前ほんの一握りだと思うよ。ほうよ、だからよ、だから楽しい。みんなそのいやいやさ、その毎日同じことの繰り返しでさやってるわけや、嫌なこと、うん、でもほんまになんだろう、一握りの人間しか自分の好きなことできんと思うからさ、うん、その他の人が辞めていくことに対してはどう思ってる？まあでも、心配じゃ心配やけど、でもお前が辞めるのがやっぱ一番心配かな、俺は。どうしても。なんで？いや、それは一番仲いいから。気にすんな。いや、マジで。人は人、俺は俺、お前はお前だ。いやー、でも他の子らもそれなりに考えてるんじゃない？やっぱり。考えてると思うよ。じゃないと。結構大きい決断だしね、辞めるってのは。いや、そうなんやな。ぶっちゃけ他の人からしたら、まあこうやんなくなるって思うだけかもしれんけど、本人からしたら仕事だったからさ。いや、もう何もかも失うわけやからさ。ああ、もうバカ。だから相当きつい決断ではあるんよな、それって。お、うまい。もうやめるな、お前は絶対に。うますぎる。マジ？うん。やめようがいいかな。いや、絶対やめないほうがいいよ。そこまで俺からも、俺でやっていこうぜ、普通に。いや、でも、俺やめる方向でも話してるから。マジ？そう、話しちゃってるよね、もう。でもなんかこれはもういろんな人に相談して、まあ、無限にも今相談っていうか一応聞いとこうと思って聞いてるだけだけど、やめない方がいいかな。俺はぶっちゃけなんだろう、もうちょっとやった方がいいんじゃないって。ああ、そういうこと。うん、別にいつまでも続けろとか思わんし、俺もこの状況ね。でも今すぐやめたら俺はきついんじゃないかな。ナイス。うわ、まだいんの。いや、もうそれもこういうことない。聞く仲間、頑張れ。ナイス仲間。神、神ちゃん、神だね。もう神って言おう。神。いや、だから神カモって言うな。カモって言うな。間違った。ごめん。カモって言うな、お前。ごめん。ここ一文字違うだけでめっちゃ悪い印象だったよ、一瞬で。間違った。でもなんかもうほんま、でも俺は楽しかった。マジで楽しかった。ぶっちゃけマジ楽しかった。本当に荒野は。うん、楽しいよ普通に。俺今でも楽しいけどな。ね、ゲームのやる分にはマジ楽しいと思う。あの目標を決めてやったら結構楽しいかも。ああ、仕事ね。うん、だから俺ピーク戦やりだしたからすごいモチベ上がったよ。そっか、まあ、やりたかったけどね、もっと無限と。いや、マジで。でも俺は無限は、まあ荒野ずっと今後やろうと思う。俺は応援するな。旗から応援したい。でもお前のいない荒野結構マジで悲しいけどな、普通に。で、なん別に悲しくねえだろ。いやー、やっぱいるのといないの全然違うだろ。無限の右腕は皇帝よ。いや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 、でも俺のブラザーはおめえだよ。アホな。そうだよ。なんだろう、ずっとこう一緒にやってきたよ、最初の頃とかも。すごい二人で企画考えてさ、うん、まあ出会いがあれば別れがあるけどさ、別にでもお前が荒野やめたからって言って、別に俺は普通にこれからも付き合いしていきたいな。初耳やな、それは。初耳がたりのらりくらりって感じ。なんで全然普通に連れとしてこれからもやっていきたいけどな。別に俺はそこまでは求めてないよ。嘘だろ。もうやめたら、逆にショックよ。やめたらやめるし。めっちゃペラペラやん、俺だけ。いや別にペーパーバリオ並みにはペラペラやな。おー、めっちゃペラペラやったらびっくりした今これ。いや、どうだろう。でもまあでもこんなにここまでやめたいんやったらやめてもいい。無理、強制はしないみたいな感じじゃない。強制はしないけど、まあ強制するってさすがにぶっ殺されるよ。なんだろう、まあでも結局さ、周りの意見よりさ、最終的に決めるのって自分やん、うん、自分の人生なんやから、うん、周りはアドバイスをくれるかもしれん、うん、でも最終的な決断を出すのは自分自身だから。だからお前自身がどうしたいかだと思う、正直。まあでも俺はなんかこれは前回の更新でもこの話して固くなりも決めてたから。そうだね。そうだから、まあ誰に 何言われようと、まあ情が出ちゃうけど、まあやめようかなってことになってるから、すまんなーっていう。いや、でも協力できることはするよ、全然これからも。もしやめたとしても。あ、そうなの。うん、全然するよ。何を、例えば。例えば、まあイベントしたいから手伝ってとか。資金とかお金くれとか言っても。頑張る。頑張ってくれ。いいよ。まだでかいな。いや、だから普通にアブーとしてやっていくわけやん、これから多分、うんうん、そしたら、ま、前みたいにさ、そのアブーのチェキ会だったりとかさ、全然呼んでくれたら行くし。まあ、チェキ会っていうか香水。あ、そう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 、まあグッズ販売プラスみたいな感じで。そう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 。うん、全然これからまあ服出すとかさ、そういうのとかあったら。ちた。まあやめようかなって、これで。これだから。
え、チーターだ、これ絶対。おかしい。あ、これ絶対チーター。そういうこと、あるのかなっていうのは、まあ、思ってるから。なるほどね。いや、でも全然いいと思うよ。まあ、なんだろう、自分が決めたやったら俺は全然いいと思う。黙れー、やめるわけねえだろ、バーカー。黙れー、黙れー、ボンだ俺は。どういうこと？どういうこと？どういうこと？逆にどういうこと？え、やめんよ俺。やめんの？やめんよ。やめるわけねえやん俺が。え、もしかしたらこれ動画？いや違うよ、無限が動画って言ったら無限の動画にしようかなと思ったけど、動画だよバーカー。なるガチだねんやけど。え、ってことは俺の無双とかは全部お前に使われるってこと？いや、そこはカットする。カットするんかい。いや、そこはカットするけど、いや、無限の王の動画出て、まあ、ついでにちょっとやっちゃおうかなとか思いながらやったんですけど、まあ、公認はやめません。誰お前、いや、公認はさすがにやめれないでしょ、さすがに。結構普通にガチで心配したのに。いや、公認やめたら悲しむ人いっぱいいるんですよ、こう見えて。やめちまおうみたいなやつは。おお、すっごいやめよ、こうや。公認やめよ。